座っちゃえばこっち。あれだね、今信号待ちしてるっぽい。たくさん金髪だね。金髪。お疲れっす。こんにちは、はじめまして。お疲れっす。うちのメンバーで。はい、なすはじりです。さあ、あごさん、お久しぶり。あれ、くまちゃん。ああ、本物だ。すいませんでした。あれ、いるの？いや、まだ来てないっす。今向かってると思うから、ちょっと待ちっすね。先に来たって感じ？そう。全然来なくて、連絡なくて。それで連絡めっちゃしてて、こうなっちゃった。寝坊。久しぶりです、すけさん、あごさん。元気。キングさんも元気。よいしょ。ずっと前からそうだもんね。ずっと前からいろいろあるよね。昨日もなんかしてた。昨日もずっと撮影と編集してて、ずっとさ、うん、俺1週間ぐらいさ動画をさ、うん、ほぼ一人でやってて。なんで？ちょっとやってくれてるんだけど、クマがなんか遅刻だよね。こういう時にも遅刻し、クマの遅刻が治らないのが、クマも頑張ってるんだけど、やっぱ遅刻が痛い。なんかさ、前コラボした時あったじゃん。ああ、たこ焼き。あの時も確か遅刻してたよ。そうなの。その時も遅刻してきてどうと。そうそう。一回夏前に解散しようみたいな話になって。そんな感じなかったじゃん。そう、でもなんか、結構遅刻するっていうのが一番大ダメージだと思うの。やっぱ社会的にさ、どんなに頑張っててもどんなにやってても、遅刻が一番痛手というか。じゃあめっちゃ仕事頑張る人でも朝、すいませんって言って遅れてたり、時間遅れてきっくると、説得力がなくなるじゃん、仕事も。説得力がないのが一番大ダメージだなと思って。アホさんも遅刻するんですよ。たまにするんだ。じゃあ俺これ言ってんの、アゴさんにも刺さっちゃうじゃん。5分10分と言ってる。メンバーが増えてからよりひどくなった。で、夏に向けて頑張ろうねって言ってる時に、それだからやっぱり結構ストレスが来てるというか。他のメンバーも言うの？あんまり。まあ、でもそれは見てるって言うんですか。今日とかもなんか気持ちよく取れるかなって。しかもちょっとさ、ふてくされる傾向にあるから、そういう時に。せっかくのコラボで来なってるのに来ないとかさ。せっかくのコラボって言ってもね、毎回これだから大丈夫。毎回クマが遅刻してるのもう鉄板なんだよ。いやいや、慣れちゃってる。あ、来た来た来た。すいません、やった。遅刻しちゃったの。やってるね、逆には。遅いよ。寝坊しちゃった。すいません。遅いよ。いや、しんちゃんが靴下履いてる感じじゃないよ。うん、寝るの？え、また寝るの？いや、無理です。なんで今日、どうして遅刻したの？なんでね、朝まで編集してたから。何の編集？寝るのとこを撮って編集して、それで、なんか寝るに寝れなかったから。なんか僕の連絡出ないんですよ。電話とかでも出ないし、電話してもすぐ電話がないで、LINE とかだし、しかも LINE で言っても、なんか俺にはそっと言うし、結構冷たいんですよ。俺の言葉響かないでしょ、もう。うるせえって。なんで遅刻しちゃうのかだよね、だからね。直すに直すだもんね、そこわかんないと。ちゃんと謝る気ある、今。絶対怒ってるでしょ、俺に。なんで？椅子に行ったりしよう。ああ。サスケって言っちゃうな。お前逆でサスケさんだとしたら、お前本当にぶっ倒されてるよ。本当に。ぶっ倒しはしない。サスケさんとぶっ倒してる。今ここでごめんってやっても絶対怒るからとね。だから怒んないって約束してほしい、俺に。それが嫌なのね。そう。それがね、俺の怒んないって約束してほしい。それは本当にわかる。ねえ。顔見てちゃんと。むなしふざけんな。むなしふざけんな。むなしふざけんな。せーの。ててれー。ドキー大成功。GoPro 大丈夫？今の音 GoPro か。今 GoPro の電源切れた音だったと思ったんだよ。いや、もうクマちゃん遅刻リアルすぎるな。いや、そう、あのね、最初から全く遅刻してなかったってこと？それでも本当？あ、もううちにいた。え、遅刻しに行って朝一緒に来ました。朝一緒に行ったの。ちょっと遅れた方がリアルかなと思って、わざと遅れたので、ずっとそのミニプレ待機しなかった。
あの中でさ、別に言わなくても、ヤオキングもすごい遅刻してるっていう。俺だけすげえ、俺悪いやつじゃねえか。クマちゃん、ほんとちょっと切れてんじゃんって。なんで切れてんだよってちょっと思ってる。自分悪いのになんで切れてんだよって思って。もうちょっとさ、怒ってって言ったじゃん、俺に。全然怒ってない。やばい、どうしようと思って。なんか壊されてる。え、どうしよう、クマ怒んない、どうしようと思って。めっちゃ俺、心臓バクバクで緊張しながら来たんで、いざ二人前にしたら、そんな大声出すとかなかなか。そうだよ、ね、そうだよ、ね、だ温泉入んないじゃん、小さいと。うまかったじゃん。いや、てか、前も送ってきた時、こんな感じ。いや、ちょっと待って。あれが不倫になってるよね。そう。それで殴ることリアルに見えた？いや、もっとやってから止めようかなって思ってたから、揉め始めたなぁと思って、なんか、立ったらみたいな。立ったら、てってれだよ。立ったらってなった。ガチでかけたの楽しいね。いや、うん。解散すんのかと思った。だから、え？解散すんのかと思った。イエーイ、この二人が怒ってる。